皇帝こそが諸悪の根源であれば、自滅し自殺する、それが最善ではあって、誰かが人殺しになることもない。単に暴君が自身の横暴の横暴として追い込まれ消えていくだけだ。もちろん、というわけで、誰が納得するというのか、冷静な概念上か、断言している感じはある。皇帝が王の権威を殺そうとするくらいに断定、お前は死ぬしかない、状況を見ろ、他に選択肢はあるか？ただ、強制はしない。誰が納得するのだろう？自分がその中央にいたとしても、あがくだけあがくだろう。リアル、というのは、王の権威が今までそれをやっていないということも言い難い。昭和に少数が多数に踏みつぶされる、そういう話はいくらでもあるからだ。正義であれば、勝てたはずか？残る無念か憤慨か、皇帝に集う悪霊の恨み。